ヒオニでございます。先ほどの動画と似たウーバーの話なんですけど、ちょっと別の話ですね。これは単純に私のウーバーイーツに企画不定期な話ですかね。まったりと語っていこうかなと思います。顔も出さずにすみません。画質とかの話なんですけども、結局私の動画ってさ、この20分ぐらい話そうかなで話してて、2ギガぐらいいってるわけですよ。そんなにね、いってもらっても、相手方というか、YouTube さん側も困ると思うので、ただ声がね、流れてるだけっていうレベルなのでね。だから、ちょっとそのカットとか、いかに容量を減らすかで、減らした動画で出せるか、そしたらアップも、短く、早くアップロードできると思うので、いろいろやってるんですけど、どうでしょうかね。その画角もカットできるっぽいんですよ。だから今これだと、ここの部分いらないじゃないですか、壁の。だからこうカットで、ここだけが出すことができたりするんですけど、どうですかね。ちょっと画質落ちたりするんだろうな。単純にその動画の、見た目の大きさは小さくすることはできるっぽいです。720p から、630だったかな、480とかにできるので、すごいですね。本当アプリ様々ですけど、それでわりかし早く最近アップできるんですが、どうでしょうか。画像の話です。これ文字なので、あまりにも画像がさ、粗いとあんま見たいって思わないですよね。さすがに、どれだけ、容量減らすかっていう以前に、減らしすぎたら見たいと思わないですね。俺の字も汚いんで。基本的に俺は、語るだけ、つまり文字なしでやろうとは、一応してるんだけど、でもそれでもさ、伝わりにくい話ってあるじゃん。やっぱり、今、いりますよね。この声だけではなくて、何かそらしらも、文字のね、データが、資料と言いますか。うまいことその辺はね、やっていこうかなと思います。今回はね、躍起になったら危ないぞ、事故のもとっていう、感じの話をしていきたいなと思います。今日はね、すごいひどかった。土曜で雨が、最後のあたり夜は降ってきたんですけども。そんな日もあるよと。じゃあどんなことがあったか。初っ端がですね、僕自身出るのが遅かったんですけど、夜。それもあったんですが、なかなか注文が来なかったので、わりかし遠いところに行ったんですよ。繁華街あたりか知らんけど。で、そしたら、あ、違う、繁華街に、行くような道々行ってたら、その繁華街にあるお店が来たんですよ。某チキン屋さんでございます。で、もう一つのお店があって、で、その後、プラスでピポピピンってなって、某チキン屋さんも、プラス200円でどうやみたいな感じの依頼が来たんですよね。で、初っ端でさ、断るっていうのをどうかなっていうのと、まだ一件も終わらせてないわけやんか。だから、安いけども、取ったろっていう気持ちで、軽い気持ちで取ったわけよ。で、他の店の、あ、これ、どんぶりやったね。どんぶりのお店から商品を取りました。いわゆるこれ多店舗ダブピーですね、後からですけども。で、某チキン屋さんに行きました。で、商品を待ちました。それが全然出てこないの。もうひどかったね。今日は特にひどかったっす。で、お店の人の話し声とかも聞こえるんだよね、状況とかは。分かって気はしたんだけど、それはちょっと遅かったですね、調べるのが。すぐに出るやろなって思ってたんですよ。で、この某チキン屋さんね、知る人ぞ知る、ピックがちょっと、店員さんと話すような形じゃないんですね。ロッカーがありまして、で、そこに店員さんが商品を入れまして、で、こちら側配達員は、そのロッカーの横について暗証番号、商品の番号があるんですけども、それを打てば、ロッカーの扉が開いて、商品を、店員さんと話すこともなく取れるっていう感じのをやってるんですよ。某チキン、有名な、分かってると思います。この、12月は特に忙しいっていう、もう分かってますけどね、このチキン屋さん。クリスマスですから。で、いつもだと、5分、結構待たせるんですよ、このお店。で、しかもダブルもさせてくるし、前々からあんまり好きじゃないなと思ってた店なんですけども。名前までは言いません。さすがにこう批判なんで、単純に。でもね、変えてほしいなと思うけどね、経営体制といいますか。
で、5分待っても待てど来ない。結構私は、待つ体勢があるというか、まあ、それなりに気は長いんです。だから、ボタンがあるんですよ、スマホに。待つのが長い時は、相手に、待ってんのが長いっていうのを知らせるボタンがあるんですよね。で、それは、自分では、5分、7分、10分ぐらい経てば押そうっていう気で押してるわけですよ。で、10分経ったんで押しましたと。まあ、それは別に誰が、基準とかないから、1分、待たせられたら、配達によっては押すとか、それは全然ありだと思うんですけど、私的には、ほとんどそんなね、押さないです。わざわざ。まあ、待ってれば来るやろって。でも、場所によっては本当に待たされたから、そういう時は、押したり、もしくは、キャンセルしたりって、いろいろやってたりするんですが、まあ、来るやろと思ってたんですよね。で、10分待って来ない。で、ボタン押しました。で、もう10分待ったわけですよ。で、それで来ないわけですよ。で、その間にですね、まあ、合計20、25分が結構待ったんですよ、私。ちょっとね、まあ、最初のイライラだったっていうのもあるのと、まあ、ちょっと正直、軽く見すぎていたかなっていう反省があります。私だけ待ちすぎたなって反省があります。なんとですね、5人のウーバーが来たんですよ。バイク勢、自転車勢、あと何やろうね、よくわからん。おそらく車なんかな。が来て、ずかずかと、あと外国人の方も来てましたね。ずかずかと来て、俺はね、そんなにさ、店員さんに話しかけないわけ。忙しそうだから。別に忙しそうになかったら話しかけるんだけどね。で、だいぶ遅かったら。でもさ、ほとんどの人って正直せっかちというか、ね、お金ばっか見てるし、で、わりかし性格がきつい人らやね。だから、すぐにね、来て、ウーバーですって、店員さんら忙しくバタバタしてんのに行くわけよ、強引に。正直言って、店員さんらもな、分かってるっちゅうにっていう感じだと俺は思うんやけど、だから俺はわざわざ言いに行ったりしないわけよ。で、見たらわかるやん、正直。カバンつけてんねんから。まあ、私の場合はね。つけてない人やったら、それはまあ、言いに行ったりすると思うんだけど、まあ、だいたいスマホ持ってるからわかると思うんですよ。まあ、そういうの見た目でわかるやろ。で、ヘルメットもつけてたりする人いるんで、大概そういうやつってウーバーやから、もうわかると思うね。で、そもそもお店にピポピピンってね、ウーバーイーツの配達員が来ましたっていう通知が、パッドから来てるわけよ。わかるわけよ、正味。だからわざわざね、まあ言う必要性って特にないんだけど、まあ言う人は言うんだよ。言わない人は言わなかったね。5人中2人は言いに行ったね、すぐに。で、まだなんです、ごめんなさい、みたいな感じで、で、舌打ちしていって、みんな5人ともいなくなりました。俺だけが待ってた。バカだね、本当にバカだね。でね、1人の人なんか自転車で来てね、お店にも入らずに、棚に言ったじゃないですか、商品があるって。棚に商品がなかったんで、察しって感じで、もうすぐにどっか行っちゃいましたね。自転車の方。決断、判断が早い。決断力がある人でした。国会議員、今の首相になっていただきたいわけ。判断、決断ができてる。で、他の人はキャンセルしたと。俺も早くキャンセルしとけばよかった。しかも他のさ、お店の商品も持ってる中でよ。しょっぱなだったからねーっていうのもあって。これがしょっぱなじゃなかったらもしかしたらやってなかったと思う。で、なんでかってことなんですよね。で、結局ね、私ね、キャンセルしちゃったんです。もう25分も待って。これは大失敗ですね。本当に反省すべきかなと。で、その分25分ってさ、何の商品も得られないまま、まあ、一番初めのお店から得た商品をお客さんに行かせるわけよ。つまり、お客さん待たせてるわけよ、25分間。これはね、俺の、ちょっとプロとしての、自覚がないというか、ミスでした。本当に申し訳なかったです。まあ、別に謝る必要性ってあんまないよ。なんでかっていうと、これ悪いのってシステムだから、正味言って。長すぎたらさ、もうオフになるとか、そういうのにすべきかなと。もう、個人間で考えたらさ、争いが生むやん。人はキャンセルすぐしに行ったって、そういう恨みとかが出ちゃうやんか。それはもう、機械にそういうとこって任せた方がいいと思うんですよ。いや、機械がやったことだからって言えちゃうでしょ。その方が平和だと思うんですけどね。争い生まないでしょ。で、待って、挙句の果てに、遅いぞって配達員から言われてさ、お店の人だって気分良くないでしょ。俺は言ったりせんけど、そこまでね、言ったりせん。俺だってね、頭あるし、察してるから、あ、忙しそうだなっていうのは。わざわざ忙しそうな店員にさ、
遅いっすよ、みたいなことは私は言いません。さすがに。それは常識ない人か、苦労を知らない人かなと。で、お金のことしか考えてない人。気持ちはわかりますよ、遅いなっていうのは。だって25分ぐらい待ってるわけだから、怒る気持ちはわかるんだけど、僕はささっと、言葉も発せずに、キャンセルですね、そういう場合は。ただ今回は待ちすぎました。まあ、場所によって、待つところって大体ね、やってたらわかるんですけども、で、それでもね、10分くらいだと、できてたりはするんですよね。10分くらいやったらいいじゃん、別に。まあ、人によってはもう5分も待ちたくないっていう配達員の方いると思うけど。ちょっと待ちすぎたね。甘く見すぎた。やっぱりね、某チキン屋さん、あなた、運営考えた方がいいですよ。2軒とかさ、やってるけど、チキンで。あなた、それ、さ、商品できてないくせにさ、呼ぶって失礼ですよ、配達員に。で、マクドナルド様見習ってほしい。マクドナルド様は2件やらないです。賢いから、頭いいから、営業がしっかりしてる、頭いい人やから。めちゃくちゃマクドナルドを押す。某チキンさんはダメだ、正直言って。あんなさ、そもそもロッカーを置いてる時点で、配達員を待たす前提なんですね、あれって。8個ぐらいロッカーの穴が開いてるけど、そういうことです、あれ。8人ぐらい待たすっていう、もう前提になってるんですよ。だから俺嫌いなんだよ。あんな、そのロッカーでやるっていうの。もちろん配達員と、お店の人と話し合わなくていいっていうのは気が楽なんですけども、わざわざ、その、ロック番号を打たないといけないんですよ。これ手間じゃない？だって人に話せばさ、入っても、すぐに取れるわけ。まあ、忙しい状況によるだろうけどね。人から人に渡すだけだから。でもロッカーだとさ、ぼちぼちボタンを押さないといけないわけ。これどう？手間取ってるじゃん。ちょっとそれハイテクに見せかけた、ハイテクじゃない感じがするんだよな、俺の中では。わざわざロッカーまで作ってっていうのはなんだけどさ、そう思いません？ちょっとね、配達員のことをロボットか何かと勘違いしてるのかなとちょっと思ってしまってます。で、じゃあキャンセルした後どうなったかです。本当にボロボロでした、今日は。ペナルティとは言われてないんですけど、じゃあ、ウーバーから。キャンセルするんやったらお前ペナルティになっていう感じで、もう依頼が全然来なかったですよ。キャンセルした後依頼が来なかったです。で、その後に10分ぐらい待って依頼が来たのが、だいぶで別のとこ行きましたね。本当に依頼来ないんで。安い配達料の依頼もしくはドロップですね。安い配達はね、安すぎたんで、やめました。で、次に来たのロングドロップかける2、かける2っていうか2件。2件のやつです。まあ、なんかね、AI に俺はね、意見言われてるような気がしてさ、もう辛い。で、人間どもが生えての仕方なく。だってさっきのキャンセルしたやろ、お前、なんだろう、後ろめたいことあるよね、じゃあこのロング行ってもらっていいよね、みたいな感じなんで、悪い上司に言われてるような気がしたわ。なんかもうね、Uber のアプリ、過去 AI にね、私は踊らされてるような気がしました。人間はもうアプリに踊らされてるような、そんな気持ちになりました。 あれやん、その、学校行っててさ、みんながロボットに見えたみたいな。違う、それはちょっと違うか。 なんか私たちがアプリに支配されているように見えてしまって、そんな日々を今日は過ごしました。お疲れ、自分。今日は、でさ、雨で焦るわけよ。雨でしかも注文がないと、どうしよう、家帰ろっかなみたいな。寒い中、やってみてください。精神一人やしな、不安になってきますよ。今日はもう依頼をよこしてくれないのかななんて。悲しい、なんてね。で、そしたらロング来ました。はい、受けますか？ロング受けますか？もう受けちゃうしかないっすよ。で、仕方なく、まあ、ロングは受けたんだけどね。ちょっと俺はね、まんまと Uber のアプリに踊らされちゃってるかなって思いました。もうちょっと厳しく固くやってもよかったかなと思いました。最初から良くなかったな。まあ、そういう日もありますよ。そういう日もある。だから、躍起になったらね、危ないんです。交通事故のもとなんで、気軽に、気持ち面気軽にやるしかないんですよ。躍起になってさ、スピードを出して、事故ってってなって、辛いでしょ？それ、そんなん良くないでしょ？で、まあ、その、躍起になってる人を見たんですよね、今日は。そういう話を、あと、プラスアルファでしようかなと思います。で、夜の繁華街の運転手はもうヤンキーしかおらん。行きたくないです。
で、夜の繁華街って変な人がさ、うろちょろしてるわけよ、キャッチとか。もうなんか見た目汚い。もう、あんなとこいたらさ、運気下がりそう。変な顔の、なんか、ヤクザみたいな顔の偉そうなおっさんどもがさ、うろちょろしてるやん。吐き気してくる、本当に。そこ、車道ですよって。俺はね、バカ相手にしたくないんで言わないけど、本当に車道うろちょろしてんだよ、横断歩道でさ、その赤信号であろう、縦横無尽にあいつらは生きよるわけ。もう邪魔。はっきり邪魔でしかないやろ。あいつらってさ、いらない存在なんですよね、あれ。キャッチなんてあれ違法だからね。あんなんいらないからね。こう、キャッチって何かっていうと、要はカモを釣る、クズ野郎ですよ。そんなんを仕事にしてるやつってクズだわ。どれだけ給料がね、配達員より良かろうが、まともな人種じゃないっすよ。要は、かもってるんですよ。紹介したよね、とか言って。なんかまあ、ヤクザや。怖い兄ちゃん呼ぶよ、みたいな、そういう変な人らですよ。どこの在日か知らんけど、もう日本人とは思えへんような人種どもや。それから差別、俺は言いたくないんだけど、事実なんよね。もう言うしかないよ、事実やから。差別されたくないんやったらさ、本当に言うけど、まっとうな生き方してみろってんだ。できねえからお前らそんな職にしかつけねえんだよ。ほんと厳しく言うけど。まともな人がやる職ではないです。あんな違法やから。もう書いてあるでしょ。路上のどっかにそのキャッチは違法ですみたいな。なんなの、繁華街のなんとか通りみたいなところでさ、ポールかなんかに書いてあるでしょ。キャッチは違法ですよみたいな。もうそれあんのにそこでやってるんですよ。そういうとこにまあ行かない方がいい。変な人に絡まれるだけやからね。で、結局、暴力で事件ですよ。本当にニュースに載るようなことですよ。そのニュースでの犯人がいっぱいいるわけですよ。要は、簡単に言えば。いつかニュースの犯人になるような奴らがいてるわけですよ。夜の繁華街って。そんなとこ行きたいですか、あなた。あなた行きたいですか。行かない方がいいよ。まともな、あなたやったら行かないでしょ。で、言い方悪いけど、ヤンキーしかね、本当にタクシーもね、俺も配達員なのにね、配達員の人もね、変な人ばっかりです。自分のことかって話だけど、俺はまだまともやで。言っちゃ悪いけど。もうね、変な運転手、はい、今日の変な下手くそドライバー言っていこう。こんなやつでした。ちょっとね、時間が経つについて数字とか全然覚えてられないんで、正直これはね、頭の悪さというか、まあ、覚える気がないんですよ。こんなアホみたいなドライバーのナンバーわざわざ覚えるなんてバカバカしいなって。まあ、見たらわかんねえ。そんなん、正直車見たら。で、この煽るやつなんて大概後ろから来るからさ、まあ、ナンバー覚えたってしゃあないね。もう悪いやつはいっぱいから、もう、あまたおるから、ナンバーなんて覚えるようなことしてたらね、もう1000個ぐらいナンバー覚えないといけませんからね。確か、38なんとかの黄色ナンバーでした。黒ナンバーじゃないんで、配達員とは確定できないんですけども、見た目がかなり配達員で、まあ、車の動きも配達員っぽかったです。で、車の中で帽子。出たよ。車の中で帽子つけてるやつ。もう頭おかしいやつしかおらんわ。車の中で何帽子つけてんの？変やろ。もう変なやつですよ。で、メガネ、普通のメガネをつけてました。もう結構ね、私見てるからね。どんな人かっていうのは、そりゃ、まあ、そこまでその性格悪くないからさ、写真は撮ろうとは思わんけど、撮りたいぐらいや。もう今日は雨やし、許したろって。へこんでました。黒の軽バンです。安定の軽バン。黒のね。へこんでましたよ。後ろ側。これ、誰かにどつかれたってことでさ、要は、急なブレーキとかすると、そりゃ、車は突っ込んできますから、いわゆる下手なドライバーなんですよね。下手なドライバーって、車、ペコペコへこんでますよ。なんでやと思います？それ下手くそな運転するからやって。自分が下手やっていうアピールをもはやしてることに気づいて、車がへこんでる人。大概は、もしかしたら物によっては、違うかもしれない。違う場合もありますけども、大概はもうね、運転荒いやつって、車なんかへこんでたり気づいてるから、見てみ、本当に。まともな運転手じゃないよ、こんなん。で、こいつ、どんなことをしてきよったか。出たよ。これ毎回言ってるかもしれないけど、こうカーブのところなんですよ。カーブ。で、結構スピードが出てるところでね、もう私は後ろ見てるから、基本は。それはそ、前を見ろって話で、前をも見て、でも後ろも見るでしょ、そりゃ。
なんだけど、こいつ2車線からもう入ってきよったんですよ。要はまあ、車線変更かつ追い抜き追い越し、まあ、ごちゃごちゃや。もうごちゃごちゃな運転や。言うたら割り込み運転ですよ。自分が先に行きたいからって、他のやつに、他のやつよりも先に行くみたいな、気色悪い運転ですよ。それをカーブ、一番カーブになっているところでしよったんや、このアホは。それは車へこむが。で、急ブレーキしたら、それ誰やって突っ込むわ、そんなの、アホ。もう、本当に心底アホでしたね。で、このアホ、本当にさ、めちゃくちゃブンブン急いでんのか、なんか警察から逃げてんのかってちょっと思うぐらいのアホで。でも、それでもね、前車詰まってるからさ、私に結局追いつかれるんですよ、このドアフォは。追いつかれよって、本当に面白い。もう、写真というかさ、ドラレコで撮ってたら、もう YouTube 様に流したいぐらい、本当にバカでしたよ、こいつ。そりゃ車へこんでるって、後から気づいたけど、この信号で待ってる時、こいつ車へこんでるなって思って。本当にアホでしたよ。ただナンバーはなんか999とかそういうナンバーではなかったですが、おそらくこいつね、本当は黒ナンバーでやらないといけないところを、黄色ナンバーで、これ違法ですよ。やってる配達員じゃないかなと思いました。帽子つけてるしな。大概帽子つけてるやつってなんかの配達やってます。アマゾンかなんか知らないけど。まあ、自分も配達員なのになんですが、配達員してる人ってあんまりまともな人種いないっす。もう悲しい。俺がむしろさ、まともに配達してさ、この配達業のやつらを、ちょっとはまともな層に、俺がいることによってさせてあげたいなとちょっと思うぐらい、本当にバカしかいねえわ。はっきり言うけど。こう、急いだってな、結局追いつかれるんだけど意味ないんだよ。これする意味ねえから、お前。なんでだから俺のさ、第一車線に割り込んできたんかも謎。もうやることなすこと謎。そんなに急いでたんやったらさ、第二車線いとけばいいのに。とにかく、まあ私バイクだったんで行きやすかったんやな。だから、一車線行って、また第二車線行ってさ、この前のおる車を抜かしたかったんやろな。でも下手やからできなかったというやつです。クソ野郎です。下手クソが運転してんじゃんよ。もう免停だ、お前。もう、だからこういうさ、カーブで割り込むやつって本当に心底、もう偏差値もないだろうし、車運転する資格ないと思うんですよ。免許全員取ったらどうなん、警察さん。警察さん。まあ、あなたもあなたですよ。だからこういうおかしいやつを取り締まってくださいね。もう見たらわかんない。絶対おかしい運転手やって。なんでこういうやつらの後ろつかへんのって。で、わりかしね、私も、まあ、変な運転手見て、パトカーが近くにおったら、こっちこっちみたいに察してるんですよ。全然勢いない。本当に真反対勢いない。パトカー、そこはさ、グッジョブなところ見せてほしいです、パトカー。こんなにアピールしてんのに、さっきの人ウィンカー出してませんでしたよって、ちょっと俺クズになってね。ね、いろいろと、ってね、やってんだけど、全然いかへんのだ。誰かちょっとパトカーをさ、動かすやり方教えて。世の中うまい、いい人だけの運転手にしましょうや、みんなで。みんなで協力してしましょう。こんな運転手いらないから。いつか人引き殺すからね、こんなやつって。もう、だって察しでしょ。凹みある車のまま行ってるんですよ、こいつ。普通の人だったら凹み直すからね。直さないってことは、まあ、そういう察しですよ。そんな人が運転してるよってこと。自分の車がボコボコになろうが知るかっていうような運転手がいる、やってるっていうことなんですよね。皆さんそういう分かっていただきたい。そういう運転手なんですよ。凹んでる車って。で、こいつね、面白かったのが、前で、右折をしようとするタクシーがおったわけですよね。俺も見てた。で、そのタクシーさんね、なんで右折をしなかったかっていうと、まあ、当然右折するってことは、横断歩道ありますよね。で、そこで人がね、横断してたわけですよ。だからタクシー動かなかったわけですよ。それやのに、このバカはね、ブンブンブンってね、何やったんね、早く行けみたいな感じで、すごいふかしてるんですね。うわぁ、バカだなぁ、バカだなぁって思いながら見てましたけどね、めちゃくちゃ煽ってました。もう煽られたの俺だけじゃないですよ。もう他の人も煽ってましたからね、バカだなぁって。だから俺だけの運転がおかしいわけじゃないっていうことを分かっていただきたい。毎回こうやって下手くそドライバー言ってて、金鬼が悪いんじゃないかみたいなことを思われるかもしれないですけども、そんなことはねえから。まあ、車見て察しやと思う。この車見てわかる人がおったら、金鬼がそんな悪い運転してないなってわかると思う。もう、だって見てわかんねえ。下手くそドライバーっていうのは、必ず何かしらの特徴があるからね。
まあ、車がへこんでるなり、ナンバーが、ね、お察し、わかりやすいナンバー、点点点1だとか もう笑っちゃいますよ。そういう車に気をつけてくださいね。よーく見てください。ヤンキーしか乗ってないですか、そういう車って。はい、以上でございます。私のほぼね、愚痴みたいな動画でございますが、いろいろあったんでね、やっぱ行きたいんですよ。で、皆さんに分かっていただきたい、こういう現状があるっていうのと。で、あとチキンさん、これダメよ。このまましとったら、なんとか改善してくださいね。さすがに配達員待たせすぎ。5人も待って去って行ってるんですよ、5人も。これ異常ですよ。マクドナルドでそんなことはない。未だかつてなったことはない。で、まあ、それなぜかっていうと、やはり運営が賢いからでしょう。で、マクドナルド様は、ダブルピックは一切してません。なぜだと思います？もう、自分で考えてください、チキン屋さんさん。それはね、お客様を待たせないという、お客様目線の考えがマクドナルド様にはあるから、配達員すら待たせてないんですよ。そこがあなたないんですよ。あ、言っちゃった。はい、ご視聴ありがとうございました。